どうも、ロリータじゃなかった。ロータ提督です。野戦主義からの布団ということは、何を何して何するのかは皆さんのご想像にお任せします。はい、そして今回は5の4に行く前に艦隊のアイドルを解任にしたいと思います。まあね、ロータ提督にとってのアイドルは画面の前にいる視聴者のみんなだからね。いつもコメントをね、サイリウムぶん回しながら読ませてもらっております。それでは改造いきましょう。レベル54、レベル50ぐらいでね、もう改造できてたんだけど、一応レベリングしておきました。ますます魅力的になっちゃった。キャハ、あら、かわいい。キャハ図鑑は後で見ましょっか。でね、今回、5の4に行く構成なんですけど、熊野、鈴や春菜、霧島、大砲、加賀さんとなっております。まあ、ドラム缶4つは後順に持たせております。で、まあ、なんで春菜と霧島を連れていくのかというとですね、公式の方でね、東京空港行きましょう。公式の方でね、霧島と春菜がみんなキラ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 テンションマックス状態で出撃。そう、霧島と春菜がカイニになるんじゃないかという情報が出たんで、レベリングも兼ねて連れて行きたいと思ったんですよ。ちなみにね、ロータ提督はカンコリの中で春菜が一番好きです。結婚かっこ仮不可避。あと、ここのボス泥でユウグモとウズキと弥生が出るみたいなんでね、やることなくなったここでホリホリしようかな。構成はそこそこ緩いかな。まあ、従順のフラッグにワンパンもらう時があるくらいじゃないかな。まあ、これあくまで個人の見解なんですけど、下から行くと野戦またぐじゃないですか。上から行くと野戦またがないみたいなんですよ。で、下からだと1日1泊2日かけてボスに行くけど、上からだと、上ルートからだともう1日で行ってるっていう、そういう解釈でいいのかな。ね、そういうの考えるのも面白いよね。龍女や、独特なシルエットでしょ。で、ドラム缶も出せてると、このここか、資源マスが確定みたいなんで、うわー何これ、こっちのルートすごいんじゃ楽じゃない。ここで戦おうと思ってた。だって1000なし、2000なし、3000でボスいけるのええー、これはみんなが言ってたボーナスステージだわ。いや、でも前回ロータ提督の予想惜しかったな。半分ぐらい当てたな。空母入れてたらええんちゃうかって言ってたんですけど、空母一隻しか入れてなかったんですよ。残念ながら。あ、これ制空権取れなかった。そうか。これ、あれかな。2スロットくらいに、烈風積んだ方が良かったんかな。いや、でもいっか。暴気4万以上あるんで、まあ大丈夫でしょう。そうそう、ロータ提督はね、ちょっと更新遅れてる間に、海外艦が初の実装ということでね、Z1 の方は早速任務で入手しました。こちらの方もね、後で図鑑をお見せしたいと思います。で、Z3 がある条件下における通常建造で入手可能。まあ、条件下が何かっていうのは気になるけど、レア駆逐艦レシピでええんかな。やりました。お、燃料100ももらえる。
ただね、問題は次ですよ。戦艦、ビスマルクがね、ある条件下における大型艦建造で入手可能。大型艦を卒業したはずなのに、またか。またあの地獄を味わうことになるというのか。勘弁してくれよ。おお、二隻沈めた。こりゃあれだな、野戦持っていったら勝てそうだな。来月の4月23日にはカンコレ、まあ、1周年みたいですね。おめでとうございます。いやー、待ちに待ったイベントが春に予定っていう情報もね、出たんでね、ビスマルクは後回しでイベントを最優先しようかなって今考えております。うわー、フラ戦なかなか、あ、これはヒルだけでいけるわ。やったぜ、 S 勝利。いや、5の3より難しいんちゃうかみたいなことをね、初見の時言うてたけど、良い作戦式でした。いや、ルート固定を教えてもらえるとすごい楽だ。いや、自分で手探りやるのも楽しいけどね。いやー、こりゃ楽だ。5の4確かにボーナスステージだわ。お姉様の妹分、ヒエです。おお、経験を積んでヒエ様に少しでも近づきたいです。艦隊が起動いたしましたわ。これもう一回行かれへんかな、キラキラついてるから。いけるっぽい。よーし、立て続けに行っちゃえ。もういっぱいですわ。霧島だけキラキラ溶けてるか、問題ないでしょ。霧島2機ならやってくれるでしょ。あ、こう、そうそうそう、これエクストラオペレーションっていうのね、これ出てるんですよ。これが1の5になるんかな。これ行きたいな、早く行きたいんでね。5の4サクサクっとね、もうクリアして行きましょう。星が何個やった、5つかぐらい、4つか5つ、多分あのオリオール界と同じくらいだったんで、難易度的にはそんな高くないでしょ。受け止まりましたよ。そうだ、本当はね、ホワイトデーにね、動画更新するはずだったんですけど、いや、まあホワイトで特に予定はなかったんですけど、ちょっと実況撮れる環境ではなかったんでね、撮れなかったと。まあ、バレンタインデーに予定がなかったらホワイトデーにも予定があるはずがないと。まあ、たまたま予定なかったんですけどね。まあ、バレンタインにね、カンムスからチョコもろたから遅くなったけど、ホワイトデーのお返しは、わ、た。はい。まあ、これ、新海域と新任務と新装備が、ホワイトデーの時、14日か、に実装されてる、みたいですね。5の5。5の5っていうのは、この5の4をクリアしたら、出るんか、エクストラオペレーションっていうのをクリアしていったら出ていくのか、出ていく、で、出るのか、どっちなんだろうね。どう、これが大砲の、そして、まあ、5の4クリアしてみたら、わかることだ。ここ結構、あれだな、やっぱ5の4だけあって、ドロップも美味しいな。この疲労回復中にさ、ちょっと中ちゃんの、回想も済ましておこうかな。まあ、そこはちょっと動画カットしますけど。ひとひねりで黙らせてやりますわ。またちょっと話戻るけどさ、イベントに向けて、今月中にさ、全体なレベルの底上げと開発かな、あと資源も貯めておいた方が良さげですね。そのレベルの底上げって言ってもやっぱミッドウェイが舞台になると予想して
空母主体に上げていっ た方がいいかな。あと開発も関西機レシピやっていった方がいいんじゃないかな。で資源は暴機メインに燃料弾薬鋼材もまあ全部使うから全部まんべんに上げておいた方がいいかな。バケツの方はねローダ提督1600個あるから大丈夫。秋イベントはクリアできたけどな、なんとかね、なんとかだけど、みんなの協力あってのもと、なんとかギリギリクリアできたんで、次はまた難易度上がるだろうからな、ロータ提督でも、クリアできるだけの戦力があるかどうか。空母そんなに座ってないよね。レベル90いってるかも、多分まだ、おらんのちゃうかな。よろしくてよ。いやもちろんイベントクリアは目指します、できるだけね。先行配信は死なのかな。ここはでも絶対取っておきたいな。ここで取らないとさ、大型ガン建造でのヤマトの時みたいにもう泣き見そうだもん。大型ガン建造発狂するわ。まあ、どっちにしろさ、ビスマルクで回さなあかんねんけどさ。あー、くそ、落とせなかったか。主砲、敵を追尾して撃て。ハルナ、全力で回る。おっしゃ、チューハー。これ勝破でまだ次行くのはちょっとさすがにないか。だって空母をチューハーしたら攻撃も飛ばせないもんね、大砲以外は。まあバケツは大量にあるんで問題ないでしょう。バンバン使っていきましょう。ちょっとあー喋ろうと思ったらもう倒してた。やった S 勝利。見て、あそうそう、これ司令部レベル103になりました。やったね、レベル103になったけどまだ少々でーす。ちょっと、頑張れておりません。でも今回さ、この5の4、何回も言ってるから、もしかしたら、中上ぐらいまでには、上がれるかもしれませんね。で、どうや、まだ、キラキラは、溶けてへんか？どうやー、おー、霧島以外やっぱみんな、キラキラしてる。あれか、演習何回も行ってたからかな。よかった。じゃあ、加賀さんだけ、バケツぶっかけて、修復に入らせていただきます。あ、もう170個ぐらいあったね、バケツ。春菜艦隊にしよっか。春菜、ドーン艦隊。よし。オッケー。いつも通り、ロータ提督が滑ってるね。ツルツル滑っております。あと、2、3回かな。2、3回でもさすがにキラキラ解けないってことはないか。戦艦 HP 見てなかったけど、勝破しないから大丈夫かな。バケツ、かけなくても。関係ない話してもええかな。まあ、ダメーって言われてもしちゃうんだけどね。バイス・シュバルツっていうカードゲームでカンコレのねタイトルが参戦するということなんで、カンコレのトライアルデッキを購入してね、最近始めてみました。まあ、ルールもまだうろ覚えなんですけど、雪風とねシグエの書き下ろしイラストが入ってたんですよ。嬉しかった。やっぱ書き下ろしってなんか嬉しいよね。でね、島風の書き下ろしもあるみたいなんですよ。そのブースターが28日に発売するみたいなんですけど、トライアルには入ってないですけどね。まあカンコレデッキを
作りたいなと。このね、ゲームだけじゃなくて、そういうカードゲームもやりたいと。カンコレ関連のものは。あと、カンコレ RPG っていうの。あれもちょっと買ってやりたいんですけど、あのね、皆さんご存知の通り、どうだって言うと、そんな友達多くないんですよ。ね、わかると思いますけど。だから、あれさすがにちょっと一人ソロプレイヤーで、カンコレ RPG ね、やるっていうのどうなんかなと思って。ひとひねりで黙らせてやりますわ。まあ何人かでプレイできる環境下にあれば。あれ、ここ鬼なんかおったっけ。第二次攻撃隊、あー、こんな構成もあるんか。うわー、きつい。これは外れ構成だ。まあ、カンコレ RPG ね、できる環境にあれば買おうと思います。まあ、カードゲームの方はカンコレ以外にもね、いろいろ他のアニメのタイトルを題材にしてね、デッキ作れるっていうか、まあ、出てるんで、まあ、個人的にはあのトワルデッキとソードアートオンラインデッキとラブライブデッキ作りたいなと思ってるんですね。他もいろいろすごい有名なアニメのタイトル出てるんでね。まあ、ちょっと気になる方は調べてみてください。ググってください。ロータ提督もそんなに詳しくありません。ダカーポとかあったかな。あと何があったっけな。ああ、アイマスとか。ああ、ボーカロイドのもあったかな。プロジェクト D ばっか。よし、なんとかボスいけたな。さっき姫だっけおったけど、乗り切ったな。まあ、ここの戦況によってはちょっと戦艦バケツやっといた方がいいかな。おー、 T 字戦有利か。嬉しいような嬉しくないような。フラ戦からのワンパンでこっちも大破に持ってかれっかな。いいことばかりじゃないんだ、 T 字戦有利は。ドーン、ドーン、うん、持ってけ。よしよし、みんなあと2席でよっとぜ。あー、 T 字戦でもやっぱフラッグ補給、略してフラホ。なんか自分で言っててちょっと、別になんか今回ちょっと下ネタっぽいの多いけどさ、狙って全部言ってるわけちゃうよね。春菜にはもったいないです。おーおー、嘘や。弥生、弱に、気を使わないでくれていいです。狙わない下ネタ言うてたら弥生が出てきてくれた。嬉しい。そうか、弥生ちゃんは下ネタが好きか。じゃあ、うずきも、もしかしたら、なんか、下ネタ言うてたら出てきてくれるかもしれんな。で、どう？キラキラの方。あ、すごい、すごい、ちょっと待って。このキラキラの持ちようすごくない？これ、逮捕、大丈夫か？あー。逮捕だけバケツ、かけて、いきます？なんかもう、いっぱいです。まあ、でも、チューハしても飛ばせっからな。まあ、いっか。逮捕だけ。航空燃料漏れには気をつけないと。戦艦はなんとかなるでしょう。野戦中波でも野戦いけるしね。これラストかな。見た感じラストであってほしい。切実。東京空港、あ、ちゃう、これ、え、東京空港あっとる。受けたまわりましてよ。東京空
休校って言いにくい。登校休校とか、噛んでまうこれ。ゆっくり言わないと。東京休校ってみんな画面の前で10回言ってみて。東京休校、東京休校。言われへんなぁ。もともとね、みんなご存知の通りね、ロータ提督、滑舌がもう悪いんですよ。滑舌大破してるんで。もうどうしようもないな。滑舌とかどうやったら良くなるのかな。もう実況プレイヤーとしてもう致命的すぎるよね、滑舌悪いって。もうだって毎回毎パート最低1回は噛んでるから。噛んでないパートとかないもん。まあ、普段ベラベラ喋らんからな。普段ロータ出とく、もう超おとなしい子なんです。ポツンと橋の方で。あ、画面よく見てなかった。アホなこと喋ってて従順勝破してる熊野が。神戸のシャレをつく熊野が大破持ってかれっかもしれへんな。これってさ、絶対下ルート固定なんだ。どうやったらこれ上行くんかな。これってやっぱ低速入れたら上に行くんかな。それとも空母3隻、2隻、あ、3隻以上とかかな。姫出ませんようにお願いします。って言うと出るフラグが立つんだけど、これがフラグにならないこと。よーしよしよしよし。ある意味、ある意味今の言葉の乱数調整です。無理やり無理やり乱数調整をねじ込んでいくスタイル。どうだろう、今回でゲージ爆破できるかな。で、もしできたら時間ちょっと待って、見てみる。今まだ時間結構あるし、1の5も行ってみようかな。まだ今録画して20分ぐらいでしょ多分。心配いらないわ。ひとひねりで黙らせてやりますわ。あ、でもこれでもし5の5出たら5の5行くのもいいかもしれへんな。どっち行こうかな。良い作戦式でした。こんな簡単なら。でもエクストラオペレーションって別になんかクリアせんでもそんな支障をきたさないみたいなこと書いてあった気するけど。はじめまして、トネ型2番艦ちくまと申します。いやー、まさかまさかの弥生出たからな。あとは夕雲と宇月とここで出さないとな。ひとひねりで黙らせてやりますわ。なんか喋ることなくなってきたな。もうずーっとペラペラ喋ってたから。まあほんまはちょっと動画の最後にこんなん入手しましたんですよってちょっと言おう思ってたんですけど、もうちょっと喋ることなくなったんで、もう今のうちに言うとこうかな。あ、実はね、あの大型艦建造、あ、これ前言うたかな。あれ、ちょ、ごめん、忘れてもうた。結構前の動画上げてから時間経ってるからな。大型艦建造の初期地で矢作出たんですよ。なんで本当に今持ってないかムスって言ったら、夕雲と宇月と Z3 とビスマルクなんですよ。まあ後でちょっと図鑑、ああ大破した。まあ後でちょっと図鑑1ページ目から久しぶりに見てみる、どんだけ埋まってるか。ねえ、あんま図鑑ロータ出てく最初から見たことないっていうか、久しぶりじゃないかな1ページ目から見るっていうの。よーっしゃ、爆破した。
なんとか勝ったな、大破したけど。初めての大破じゃないこれ。これが大砲の。そして、いやでもほんまにこれウェルとか行くと楽ちんだな。こんにちは。おお。E58 です。こうやって呼んでもいいよ。二幕なんかないよ。お料理行くぞお料理。第二次サーモン回戦。あ、これんじゃ。5の5出てる。ってことは1の5からじゃなくても出るんだ。ちょっと見てみようか。どんな感じか。あ、ここじゃないわ。え、どこだ？ん？どうやってどこに出たんだ？ここか。あ、あ、あ、あ？あ。あ、そういうことか。1ページ目から行くと、1の1で、5ページ目から行くと、あ、5の5ってこと？あ、そういうことか。なるほど。納得。それではね、5の5になるのかな？に出撃したいと思います。霧島以外、キラキラの状態で、今回、北神様、嫁を、連れて行きたいと思います。ちょっと、気になるのは、5なのに星が2つ。ただ星のサイズがビッグサイズなことがちょっと気になりますね。ただちょっと1回だけ行ってみますか。空母機動部隊を、あ、ちょっと待って。空母んじゃん、まあ3隻連れてきてるから大丈夫か。あ、でも2隻固定とかいう場合もあるんよな。いっか、3隻で。3隻で行っちゃえ。あ、間違えた。あ、補給してなかった。もう、ロータ提督、またまたドジっ子、ふぅ、またまたやっちまったぜ。お相手しましょう。てへぺろ。あかん。こんなことやってたら、怒られるわ。春だ、いざ、出撃します。おお、なんかルートがよく見えないな。ちょっと、よく見たい。こっち行ったらもう、ほぼおしまいかな。でも上ルート行ったんは、ラッキー。上行ったらボス、固定やったかな。ちゃうか。外れてるとこ一箇所あったか。あー、やっぱり潜水艦いる。北神様連れてきててよかった。けど、単純人だから意味ないか。なんかよくわからんのがいる。一番上に、見たことない。でもキャラクター的に胸あったんで女の子かな。かわいいな。いや、軽空母のフラグとかも見たことないしな。今回初めてやな。この戦艦、おー、ぶね。どんだけ強いんやろ。あ、でも、フラグ、軽空母強い。普通に強い、避ける。まあ、潜水艦は、開幕と、最後の雷撃さえ何とかしてくれたら。どれぐらい、勝った。この戦艦勝った。うわー、レキュー、戦艦レキューっていうか。でも敵の攻撃何とか2回避け切ったんで、もうあとは消耗戦ですね。もうこれ落とせなくても別にロータ提督の勝ちです。まあ、どっちにしても S 勝利は取れないからね。嘘。戦艦なのに。雷撃撃ってきよった。ずるい。敵だけ、敵戦艦だけ雷撃ずるいわ。あの雷撃の威力ってどれぐらいなんだろう。雷順ぐらいあんのかな。これが大砲の。そして、あるとしたらずるいわ。部隊の本当の力なんです。チートや、チート。え、もしかしてここのさ、道中で全部あんなのいるの？レキューだっけ？ああ。これは、ああ。こう、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 行けばいいんか。いやー、道中から恐ろしいな。あの、レキューっていうのはおそらくっていうか、もう見た感じからして、フラセンより強いな。あれ、鬼とかよりも強いんかな。
ここの構成まださっきより、いや緩くはないか、緩くはないな。よっしゃ、問題の、あー T 字線より引いちゃった。しかも K 順に攻撃しちゃった。まあ T 字線有利も良し悪しあるから、そこに攻撃されるとこうなるんだ。なるんだ。これ道中きついな。クソボスいけなかったか。仕方ない。1の5と5の5はもう次回に回すか。うわー全然ダメだ。さすがに嫁を大破進軍させるわけにはいかんからな。おのれ T 字戦有利め。いやー本当道中でこれってことは。ボスどんだけ強いんや。戦ってみたいな。いけるかな。ルート固定、知ってる方いましたら、良い作戦式でした。よろしくお願いします。こんな簡単なら、この後も、早くクリアしたいです。これ、道中ドロップあれかな ?5 の4の方が、いいっぽいな。従順とかいっぱい出たもんね。危ない危ない、撤退遅う。作戦完了の報告書です。じゃあ最後にね、図鑑見ていきますか。お心遣いありがとうございます。1ページ目から、1ページ目は、まあ、全部図鑑1は埋まっております。で2ページ目も埋まってるはず、埋まってるよね。ね。で3ページ目から埋まってないとこがちょこちょこ出てくるんよ。どこだっけな。あ、ここおそらくあれですね、遊具もですね。ここ何かちょっとよくわかんないです。なんだろう。弥生じゃないわ。うずきかな。弥生出たもんな。あ、でも、弥生4ページ目にいるんかな。あ、いた。ってことは、うずきこの辺かな。で、4ページ目はもう全然埋まってないですね。この辺に、仙台が来ることを、ロータ提督、願っております。ただいま仙台レベル71です。軽順の中で一番レベル高いんで、もういつ会議が来ても大丈夫。で、こんな感じか。ここ間空いてるんよね。これなんだろうか。気になるな。弥生。で、うずき持ってない。あ、そや、矢作、あ、矢作ちゃんと見せてなかった。矢作ちゃんと見せてなかった。これ、Z1。ドイツ生まれの駆逐艦。その本格的な大型駆逐艦の一番艦だよ。高温高圧艦や機関部のシフト配置など技術の国ならではの設計になっているんだ。あまり外洋での艦隊戦は得意じゃないけど頑張るよ。最初パッと見た時、男の子の艦むす、艦むすってか艦男、艦息子か、艦男で艦息子か出てきたんかなと思ったけど、これ多分女の子でいいんですよね。ね、カムスっていうぐらいなんだから。ちょ、弥生も見ましょうか。月型駆逐艦3番艦弥生です。横須賀の裏が生まれ、睦月や望月と艦隊を組んでいろいろ頑張りました。爆撃機とかは嫌い、よろしくね。睦月型ってことはあれか、駆逐艦の中でもこう古い方の方なんだね。あと、矢作、パッとしか見てなかったかな。どこだっけ。あ、ここ。もしかしたら前回の動画でも言ってるかもしれんけど。の3番艦、矢作よ。マリアナ、レイテ、ボーナ岬と、後半の大きな海戦にはほとんど参加したわ。そうよ。最後の最後まで暴れてみせたの。私の記憶の途切れた後は、ヤマトはどうなったのかしら。まあいいわ、今度は全てを守りきるから。結構長いこと喋ったな。このヤハギね、前回の秋イベントの最終回帰でまあドロップするということなんだった
ったんですけど、ロータ提督は資源が切れて掘りできませんでした。しかしね、まあ大型艦建造で実装されてね、出るようになって、やはり出ました。よかったです。じゃあね、まあこの辺に今回はしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。それでは失礼します。